ミステリー。今ネットでささやかれている緊急放送が本当に行われるのかどうかというのをこれから今日は検証していきたいと思います。で、その前におばちゃんもね、あると思っているのよ。で、よくその話してたんだけど、この間さ、この間ちょうどもう2週間前だけど、会社の上司にさ、おばちゃんあまりそんな話しない方がいいよって言われたのよ。え？だってさ、会場で大変なこと起こるかもしれないんですよって言ったら、おばちゃん、今ね、ちょっと会社の人たちから、変なことを言う、かわいそうな人って言われてるよって。え、何それ？え？え、おばちゃん、嘘ついてるって思われてるの？いや、嘘ついてるとまだ言わないけど、なんか突拍子もないこと言うのがおかしな人って言われてるよって。え、嘘？やめてよ、何それ？え？いや、おばちゃんさ、別にまだあると思うのよ。で、いつになるかわからないけどね。でもさ、会社の人たちからなんかその風に言われてんだけど、彼で。え、何？おばちゃん後ろ向いてる時とか、あとどっか現場行ってる時とか、クスクスってされてんの？いやいや、それ。どうしてくれんねん、あの黄色いベストと、日本世界革命のあのブログ。見てさ、そんなことあるの？と思っておばちゃんなんかいろいろ言ってたんだけどね。かわいそうな人って言われてやってんじゃないのよ。これどうしてくれんのよ。起きる起きるって言って起きないしさ。どうするおばちゃん。会社行きづらくなるの嫌だけど。ちょっと、いや、起きるなら起きるでさ。で、どうなってんのよっていうのをね、ちょっと調べたいと思って今回この、動画にしました。いや、ちょっとね、そんな風に限りはね、嫌よ。実はね、おばちゃんの伝説はね、去年の6月から起こってるのよ。まあ、黄色いベストのさ、ブログ見てて、あ、バチカの方が逮捕って言ってさ、会社いろいろ話してたのよ。したらなんか、やっぱりクスクスってあったのよ。で、これの元記事探してさ、会社にいたのよ。それ、出まっぱいよって。え？嘘、だって、おばちゃん、確かな情報源からそれ言ってるのよって言ったら、いやでもなんか嘘って言ってるよって言って、で調べてみたらなんかロシアの方の記事で、何年もの間クレムリン当局はロシアでは人権が尊重されているという世界世論を説得しようとしてきました。もしそうなら誰も政治犯の釈放や自由なメディアの救出を訴えなかっただろうと。あのね、2010年1月4日のコンスタンティン・ポポフっていう方がね、シベリアのね、トモンスク市の落ち着いたセンターに連れて行かれて、なんかまあこの人、警備員なんだけど、ギターの大音量の演奏と、非公金者の名店について、不平を言ったね、隣人の人に警告したんだって。そしたらね、当局に連れてかれて、まあ、大変な目になっちゃったんだけど、でもね、それとこの、何、ニュースと何が違うのって、ほぼ捕まったんだよって言ったんだけど、写真見てごらんって。え？写真、あ、うん、ここからおばちゃんの伝説が始まったんや。今日ね、ちょっとツイート見てたら、あ、来たと思ったのよ。で、そのね、内容がね、テレ東で放送事故か。日曜ゴルフショー、オンエア中に約40秒、カラーバー。なんちゃらなんちゃらなんちゃ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 。テレビ東京、世界緊急放送が流れました。カラーバーです。ただ、局の方でリセットをするため、原因が放送事故にしているようです。あ、来たじゃんと思ったのよ。この、エマージェンシー、ブロック一杯システム。これが流れると緊急放送なんでしょ？でね、
コムキ、ああ来たなと思ったらね、コメントでね、合成山味なんてなんちゃちゃとか出てなかったって、え、これ合成なの？嘘。こういうのやめとこうよ、おいおいおい、おばちゃん信じちゃうよ。それでこのツイートも見つけたんだけど、エマージェンシーアラートシステム、緊急警報システムのテストだって。あ、警報なの？決してエマージェンシーブロックキャストシステム、世界緊急放送システムのテストではない。つまり世界緊急放送システムはありえないということ。緊急放送でいつまでも騒ぐアホはそろそろ学習しましょうね。放送じゃなくてアラート、うーんって鳴るってあれ、嘘。なんかおばちゃんの思ってたのとちょっと違かった。すべてのテレビに重要な発表がなんかあるのかなと思ってたのよ。これ柳沢慎吾がアメリカに行ってうーんってやるっていう、それだけ？そう思ってたら、この人も多分勘違いしてると思うんだけど、さっきのアラートでしょ？エマージェンシーブロックキャストシステム？なんかこんなのちゃんとあるみたいよ。だからね、みんな多分ね混乱してると思うのよ。ちょっとアラートとこれはもうちょっと違うんでしょ？だって文字違うじゃんね。それで何を見たらいいかって言ったらさ、やっぱり現地のアメリカの人たちがさ、なんて言ってるかっていうのが一番確実だと思うのよ。それなんでね、いろいろね、見てみたらみんな平均して同じこと言ってんのよ。これはなんで書いてあるかっていうと、Oh, get out. You can stop killing us. いい加減なこと言うな。これ和訳してみるとね、こう書いてあったのよ。答えがね、すべてね、解けました。緊急放送システムのテストメッセージ。これらのメッセージは何のためのものですかって、ちょっと聞いた人がいるの。そしたらね、まあ、綺麗なお姉さん言うことは間違いないでしょ。アメリカでどのチャンネルを見ているかに関係なく、すべてのテレビ画面で国民にメッセージを送信すること。緊急時にのみしよう。ねえ、おばちゃん言ったじゃん。おばちゃん、一ミリも心揺らがなかったわよ。ねえ、言った通りでしょ。なんだよ。ごめんなさい、少し曇った。ごめん。だって、いつか来る来るって言うからさ。言いまくってたら本当、ねえ、かわいそうな人って言われたらちょっと曇れよ。いや、でもね、やっぱあらないや。アラートであるんだって、そういうことなんよ。結局日本の人よりも現地のアメリカの人もうみんなほとんどみんなこう言ってるから、アラートがそうなんよ。それでみんな心待ち待ってましょ。みんなこんなに待ってるってことはあれでしょ、やっぱりさ、真面目な人がさバカを見てで悪いことしてる人がさ得をするような、そんな世の中嫌だってことでしょ。その気持ちはね、おばちゃんも同じなのよ。だからね、やっぱりちょっと心待ちにしてね、まあ、いつ来るかはやるかわからないけども、ごめんなさい、こもっちゃった。本当にだってもうそんな会社から言われたらさ、悲しくなっちゃうし、仕事行きづらくなっちゃう。どういうことやで、ずっとぴょん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 してたんだけど、要は心待ちにね、もう気長に待ってましょってことなんね。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、
数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。